ということで今日はアジア各国の夏バテ対策料理をご紹介します、はい、そのために夏の大スター、アジアの大スターをお呼びしております。改めましてユーキッスの皆さんです。よろしくお願いします。せーの、おはようございます、ユーキッスです。ユーキッス、これはもう必ずやるわけですね。ユーキッスをあげます。なるほど、みんなテレビの前でこうやって撮ってるわけ。何も忘れてない。夏バテっていう言葉、僕は日本に来て初めて知ったんですけど、うん、韓国にも夏バテってありますか、スイホンさん。はい、めっちゃ暑いですよね、夏は。韓国は、はい、バテちゃう、みんなダーってダーってなります。そうですね、なるんだ、はい、夏バテ韓国語で言うと何て言うんですか。夏バテは今知らん、韓国言ったことないですけど、そういう気持ちはありますけど、気持ちは、はいはいはい。じゃあその対策料理ってあります？僕ないという日がありますけど、その日肉を食べます、はい、肉や、なるほどね、うなぎの日と一緒だみたいなもんですよね、はいはい、さあということで、ヨルチオル、ヨルチオル、ヨルチオル、はい、せーの、ヨルチオル。さあということで、別にあの今日は韓国語講座ではないので、どうぞさんよろしくお願いします。おはようございます。はい、あの夏バテを予防するレシピっていうのは、まあ、アジア各国にたくさんあるんですけれども、あまずはあのユーキッスの皆さんご注目ください。韓国の夏バテ対策レシピをご紹介したいと思います。それでは皆さん一緒に、ヨルチオル、こちらをご覧ください。こちらをご覧ください。どうぞ。いやー、もう一つ美味しそうですね。拍手が来ました。ユーキッスさんはあのツアーでアジア各国飛び回ってると思うんですけど、はい、今日の夏バテ料理見てどうですか。今食べたいです。今食べたいです。今食べたいです。お腹すいたりましょうか。台湾の料理とか食べられました、向こうで。さっきのさっき見たやつ、うん、これ料理はまだ食べたことないです、うん、はい、各国の味は大丈夫なんですか、はい、この上海とかは大丈夫なんですか、ちょっとあのパクチー、大丈夫です、ね、大丈夫です。いや、パクチーだってこの人たち、うん、パクパク食べてんじゃないの。はい、わかりますね。でもこれ東京のいいところでもあるんですよね、あのアジア各国の料理が東京でいただけるんですけど、皆、はい、さん東京あの今共同生活で暮らしていらっしゃるんですよね、はいはい、誰が料理するんですか。あ、大体デリバリー。大体デリバリー。何をデリバリーしてるんですか。カレーとか牛丼とか、とんかつとか、とんかつとか、とんかつとんかつはこれ必ずじゃないですか。とんかつ、暑い時に暑いものを食べるんですか、韓国では。韓国では、韓国ではそうです。ね、汗たくさんかいて、あとサムゲタンの日ってあったんですよ。サムゲタン、はい、あの日、土用の牛みたいな。ヨルチオールだ、はいはいはい、うん、汗をガーンと、はい、やっぱり韓国料理は、まあ、我々がちょっと辛いなと感じることありますけど、うん、韓国人にとってはなんてことないですか。全然辛くならない、はいはい、韓国の唐辛子ってちょっと違わないですか、日本と。日本ってめっちゃ辛い感じしません、そんでもない。逆に、まあ、韓国はもっと辛いだと、うん、あ、すいません。ありがとうございますね。はい、ね、おっしゃってたように暑い時期に暑いものを食べて体温を下げるっていうものが、うん、そのおっしゃってたイーヨルチオル、はい、汗をかいて体温を下げ るというものなんですけども、こういう習慣っていうのもございますし、その代表的なレシピというのがこちらのプデチゲなんですよね。大好きですか、はい、よく食べますか。はい、よく食べます。あ、そうですか。これ日本でも召し上がることありますか。まだないです。あ、はい、そうです、はい、まだ日本ではないです、うん、みんな見ててあそこ値段が出ると高い。そうそうそう、やっぱり家庭料理ですね、はい、値段設定はね、韓国はそんなに高くないです。でも日本でも韓国料理は食べるんでしょ。あ、そうです、キムチチゲとか、はい、サムギョプサルとか、おこに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 どうですか、日本の料理人が作る韓国料理。あ、日本も本当にうまいです。なんか韓国の味となんか似ています。似ているんです。似てる、ほう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 。なんか韓国の大スターが日本でも好むお店とかあったりするらしいんですけど、みんな行きつけのお店とかあるんですか。大久保屋さんあります。やっぱり大久保屋さんあります。なるほどね。はい、
ですけれども、はい、あのお料理の若宮先生にですね、家庭でもできる夏バテ予防レシピを教えてもらいました。この後有機の皆さんにも食べていただきたいと思いますので、 お楽しみに。それでは、はい、お待たせしました。みんないい子で行儀よくずっと待ってましたよ。、はい、そうなんです。ということでこちらがお料理なんですけれども、はい、これから食べていただきます、はい、あの、はい、何からいくか、はい、ですね、2つございまして、ゴーヤの肉詰め焼き、そして豚肉と夏野菜のスタミナ蒸しということなんですけども、もう皆さんの前には早速あるので、はい、食べていただきたいと思うんですが、はい、まず先生を紹介したいと思います。ありがとうございます。コーディネーターの若宮久子先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いただきます、はい、どうぞ召し上がってください。はい、どう食べます。ゴーヤ、うまい。あ、ゴーヤから。ゴヤの酸味のおかげで肉がさらにこう甘く感じます、感じますよね、うんうん、うまい。酸味って苦味、苦味、苦味、うん、失礼しました。ゆきさん、皆さんいかがですか。うまい、うまい、うまい。先生、うまいをいただきました。みんなが肉好きだから。あ、よかったです。ヘルシーですね、はい、あのちょっとカレー粉でね、あのさらにこうゴーヤの苦味がこう柔らかくなるんですね、両方のお味で。上とヨーグルトのソースも美味しいですね。そうなんです。もう夏バテ予防ですので梅はいいですし、あとあのヨーグルトも今のビフィズス菌の中でも BB536 とかいろいろな種類がありますけれども、本当に少しそういうソースでね、少し食べていただくだけでも成長効果にあのがあるということで、ちょっとしたこのおソースでね召し上がっていただく。すみません、有機質の皆さんマジ食い中ですよ。そう、お野菜には梅で、カレー粉はあのゴーヤの方で食べてください。あとあのゴーヤの方はお好きな方はケチャップをねつけていただいて召し上がっていただくとさらにまた美味しい。小さいお子さんはねケチャップがあるともう食べられるかもしれません。だいぶゴーヤの苦味は消えてると思うんですよ、そんなに大きくてもね、はい、ゴーヤって韓国でも召し上がるんですか。ゴーヤ、ゴーヤ、これ見たことある。この、これですか。苦売り、これは何ですか。ゴーヤ、これはゴーヤっていう。あ、これはゴーヤですか。はい、初めて。苦くて大丈夫でしたか。そんなことないですね。でも本当に美味しいですよ、苦くて。皆さんには食べていただきながら、実はもう一品ですね、先生に用意していただいたものがあるんです。それはどんな風に作ったか、こちらをご覧ください。はい、先生こちらは、はい、蒸し物をして終わった後ですね、受け皿を取ると、蒸すためには必ずお湯をお鍋に張りますから、そこにあのお湯、あのアサリを、あ、ごめんなさい、しじみを入れて、で夏バテ予防ということで、あのしじみはオルニチンという成分がありますので、肝機能を、ね、元気にしてくれます。ですので、あの疲れた時には体の中から元気にしてくれるということで、蒸し加工ということは、その野菜の旨味も全部そのシールに入ってるんですね。お野菜の旨味が落ちていて捨てるには惜しいんですね。でそこにさらにあのしじみのオルニチンプラスで元気になっていただくと思って。先生、このしじみのスープも、はい、もう夏バテ予防にはバッチリなんですか。バッチリです。本当に肝臓があの元気になりますから、ついついあの夏はビアガーデンでググッとお酒もね多くなりますから。これは深い海の味です。すごいいいですね、はい、じゃあゆきさんはそのまま引き続き召し上がってください、はいはい、俺その前にその間に先生も使ってたあの素晴らしい調理器具をご紹介させていただきましょう。ナバスターキャッチャー、おはようございます。テレビ東京アナウンサーの中川さとしです。旬なエンタメ情報をご紹介するナナスタキャッチアップのコーナーです。今日のゲストを改めてご紹介いたしましょう。昨日24日にセカンドアルバムインサイドオブミーをリリースしたばかりのユーキスの皆さんです。せーの、おはようございます、ユーキスです。いいね。はい、ユーキスのリーダーセヨンです。よろしくお願いします。はい、僕はユーキスのキゾプです。よろしくお願いします。はい、僕はユキスのフンです。よろしくお願いします。
はい、僕はユキスのイライです。よろしくお願いします。はい、僕はユキスのケビンです。よろしくお願いします。はい、僕はユキスの AJ です。よろしくお願いします。高い高い。はい、僕はユキスの末子友です。よろしくお願いします。かわいい。さあ、この今日はですね、スタジオの外にも大勢のファンの方が詰めかけているんですが、まあ、その熱気からも分かる通りユキス本当に大人気のグループなんですが、改めましてどんな活動をしてきているのかご紹介したいと思います。こちらをご覧ください。はい、はい、それでは VTR スタート。